激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よーしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。わっ、すごい気だ。とうとう来たんだ。サイヤ人がきっとピッカロさんも気づいてると思うけど。ピッカロさん来る。やつらはここに来るつもりだ。いや、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前、ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。お、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろ。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちに起こすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕、孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。ご飯、俺に任せろ。うわっ
どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ次はどいつだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ゲー、お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なっ、ヨムチャさん、なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さてどいつから片付けてやるかな。どうした貴様ら、もう終わりか。そんな、さてここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。変身！うわー！とどめだ！チャオブ！何をする気だ？チャオさん！やめろ、チャオさん！チャオさん！くだらねえことしやがって。チャオス、仇は討ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに。寂しい思いはさせんぞ。おお、脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のは若いやつの怯え方。あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。畜生、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。
熊嫁。何をしてるんだよ、悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん、悟空、早く来てくれ。早く来てくれ。残り時間はもうないぞ。どうした、もうカカロットを待たなくてもいいのか。なんだガキ、もう俺たちとやろうってのか。残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい木。やつしかいない孫悟空だ。カカロットか。どれ。ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつだ。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと、この俺を笑わせやがって、このガキが。お父さん、チビのくせにすげえことやってくれるじゃねえか。Oh.
逃げろクッコ。ピッコロさん、どうして？早くしろ。しないで、お願い、死なないで。よし、着いたぞ。悟空、ハムさん、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様のもとから帰ってきよった。じゃあ、行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。ハンター、久しぶりだな。頼むぞ。それ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。ケーキが集まってる。あっちだ。でケーキが2つ。もっとでケーキが2つ。小さいケーキが1つ。数が合わねえ。誰か死んじまったか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものがガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ごはん。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。
ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。降りてこいナッパー、俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何だ、ベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。ってやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。え、みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたら。そうだな、とにかく勝たなきゃ。なんとしても。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ親友。ああワン、父ちゃんが生きて帰ったらまた釣りにでも行こうな。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。気が見せてくんのがわかんな。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだクリリン。ベジータに勝って後で聞かねえとな。
なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。ベジータ、オラが思ってたより相当強いやつだ。絶対負けねえ。人も動物もいねえだろ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだから。化け物。
海を、そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体何だ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。この嫌な感じは奴の気だ。クリーンさん、あれ、降りろ。ご飯、下に降りて隠れるんだ。おい、やじろうべ。あんバケモン、誰だと思う。サイヤ人だきゃサイヤ人。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、キュンガン。そんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。
に、クリリンに渡すく。お、ほらが地球中から、冷た、元気玉を、なに？お、おらの手を握ってくれ。こうか。そいつを手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな。クリリン、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ。孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。ひどい目に合わせてくれたな。今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。
この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。覚悟しろ。待ってくれ。悟空、すまねえが、そいつを生かしてやってくれ。正気かよ悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな やられて、ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたらドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、ほら悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまってもう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。